FM 横浜 EK Radio シングの夜のチューズデイ、FM 横浜 EK Radio シングの夜のチューズデイ。アニャセヨ、クロスチンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君、悔しいことあったらどうする？次は悔しくないように頑張る。シン君にメッセージください。メールアドレスは shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のプログラムあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さあ、オープニングナンバーはこの曲です。 Sam Kim, Who Are You?많은사람들이지나갔지만모두나를지나가기만했던이곳 Oh where I am Who are you Who are you 감출수없는기쁨미친듯세상을뒤집어잡던꿈에서조차움켜지고있던그대 Where are you 내가꼭찾아낼게내가널알아볼게네가힘든고도잊은모습이었던지표정하나까지담아갈게그린하늘엄청푸르멀어질네손을붙잡고있어 I beg for life 내가꼭찾아낼게내가널알아볼게네가힘든고도잊은모습이었던지꼭알아볼게내가꼭기억할게내가널돌아가야담아갈게
お送りしたのはセムキム Who are you? でした。誰かが僕に Who are you? って聞くなら僕はこう言います。クロスチンのシンがお送りしている FM 横浜 AK Radio シンクの夜のチュースデイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームリトリさん、シンくんアンニョン。アンニョン。私は最近シンくんのファンになったとある高校生です。ラジオを毎週聞いてます。個人的に焼きそばコーナーが大好きです。あ、そうなんですか。僕は君が大好きなのに。あんな夜中に聞いちゃうとお腹空いちゃうけど、わらわら。そうですよね。ところで質問です。この前の PZZA で初めてシンくんの歌っている姿生で見たのですが、その時に歌っていたキーがすごくすごく大好きになってしまいました。そこからクロスチンのキーを聞くようになってダンスまで覚えてしまいました。わらわら。すごい。シンくんはダンスを覚えてしまうほど好きになってしまった曲ありますか？いつも素晴らしなラジオありがとうございます。いつもずっと応援しています。ありがとうございます。そうですね。どれがいいかな。なんかノリがいい曲はやっぱちょっと踊りたくなるんですよね。何があるかな。なんかこの年齢になるっていうか、ちょっと時代的に僕はそういうのをやってたのがね、少女時代の G とかね、カラーさんのミスターとか、そういうのをよく踊ってたんですよね、テレビで見て。もうノリがすごく良くて、なんか見てたら簡単に覚えられるし、やっぱ踊ってる方もすごい楽しくなる。そういうのがやっぱ思いやすいんじゃないかなと思うし、クロスチンの曲の中ではなんかついに聴いてたら踊りたくなる曲はやっぱラディダディは、なんか踊りをしようっていうところじゃなくても、なんか聴いてたらやっぱメンバーで踊っちゃうっていう感じの曲だなと思います。キーのことも覚えてくれて本当ありがとうございます。これからもキーのことをクロスチンのバージョンもシンクバージョンもたくさん愛してください。リトリさんありがとう。ラジオネーム音楽家なっちゃん、シンくんアンニョン。アンニョン。私はクラリネットを演奏しています。音楽の勉強やピアノ歌もしてます。もうすぐ大学の受験を控えています。音楽を続けようかやめようか何度も考えました。でも音楽をやめた自分が想像できず、音楽を今も続けています。吉又さんの音楽はやめないこと、やめる理由がないならという言葉がすごく胸に響きました。音楽をやめる選択をしなくてよかったと心から思いました。本当にありがとうございます。メッセージありがとうございます。多分今頃は受験全部終わってるのかなね。それでもなんか今は合格してる気がします。音楽はね、多分僕もちょっと吉又さんの言葉にやっぱり去年いろいろ救われた気がするんですけど、僕もクラリネットをちょっとやってて、それで大学行きたいなと思った時に、なんかいろんな現実を親に言われて、やめた方が良くないとかいろいろ言われてたんですけど、それでも僕も自分が音楽と離れているのが想像できなくて、なんとかでもつなげていきたいなっていう意思があったんですよ。それでなんかクラシックはできなくても歌おうと思ってて、歌塾を行かせてください、その代わりに頑張って勉強しますみたいなことを言ってて、1年生の時に頑張って成績も結構ね、自慢じゃないけどすごいじゃないけど、まあまあ悪くなかったので、許可いいよって言われたのを今思い出しました。いつかはね、諦めない人は夢に到達できますよ。でもやっぱりその期間をどうやって耐えるか、それをどうやって使うかっていうことがすごい大事だと思うので、本当に目標があるところまでずっと頑張り続ければ必ず幸せな、未来が待ってると思います。なっちゃんのことも応援します。頑張れ。
次、ラジオネーム、いくらちゃん。しんくん、あんにょん。ラジオ、毎週楽しく聞いています。私は最近しんくんのファンになったので、公開収録で初めてしんくんに会うことができました。初めて近くで見るしんくんは、テレビで見るよりキラキラしてて、何よりライブがむちゃくちゃかっこよかったです。握手会でも、優しく接してくれたり、本当にいい思い出ができました。ありがとうございます。もっと早くしんくんに出会えて、ライブやイベントをたくさん行ってみた方、なぁと思いました。また、お仕事再開された時は、たくさんしんくんに会いに行きたいです。ご飯いっぱい食べて元気に過ごしてください。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。いくらちゃん、その心変わらないんでね。しんくんはいつも同じ場所でみんなのこと大好きだから、みんなも同じ場所でしんくんを待っててね。お願いします。じゃあしんくんにメッセージまだまだください。しん@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp しんくんからのお知らせです。2月も大好き。次の曲はクロスチンでシューティングスター。 No matter where I am, No matter where you are, No matter where we are, You're my shooting star。 脇目も振らずに時計仕掛けの街を一人で歩いてた。 So let me love you, So let me love。 あの夜空からこぼれた光のように奇跡が舞い降りた。 So let me love you, So let me love you。 感じたことがない特別なこの気持ちを教えてくれた Your heart。愛の意味さえ知らず生きてた空白の日々、君が七色に染めてゆく。 My life, my life, my life, my life。 誰にも見せずに隠してた痛みさえいつしか消えていた。 So let me love you, So let me love you。ただ行くわけもなく迷い続けてた僕に居場所をくれた My place。No matter how far, I can see you smiling. No matter how far, I can see you crying. No denying, 'cause I can't hide my shooting star. I can see you shining, girl. I never felt like this. 届くはしないけど make a wish. Hey, you're my shooting star, my shooting star, my shooting star, my shooting star。
送りしたのはクロスチンでシューティングスターでした。パンチャクパンチャンニュース。ここで韓国の情報を伝えます。ラジオネームハノさんからメールいただきました。シンくんアンニョン、私はジャガイモを毎日食べたいぐらい大好きです。あ、私もそうです。ジャガイモを使った韓国の料理あったら教えてください。シンくんはジャガイモとサツマイモの、サツマイモどちらが好きですか？もちろんシンくんはジャガイモですよ。もうサツマイモは正直甘いのが苦手なので、そんなに1年2回ぐらい3回ぐらい食べるかな。けどジャガイモはもう僕も毎日食べたいくらいの、大好きな大好物です。シンシンに答えてもらいましょう。シンシン。はい、シンシンです。シンシンが大好きな韓国のジャガイモ料理は、ジャガイモチヂミです。チヂミはいろんな種類があるんですけど、その中でもジャガイモだけで作るジャガイモチヂミが僕は大好きです。ジャガイモは、ジャガイモのその味を焼いて食べる気がしてて、油あんとじゃがいもの味がすごくマッチが良くて美味しかったです。ぜひ韓国に来たらじゃがいもチヂミを食べてみてください。そしてじゃがいもチヂミは大体韓国では家庭食で食べる料理でございます。作るのも難しくないので、ネット情報を見て韓国でも日本でも家でよく作られると思います。ぜひ作ってみてください。あ、これやっぱりもう年取ったから長くできないね。はい、じゃあそうですね、シンシンがおすすめしてくれたジャガイモチヂミ、あー美味しいよね。ぜひハノさんも家で作ってみてください。じゃあ次の曲いきたいと思います。次の曲はジコアーティスト。 We are, we are, we artists, baby. We are, we are, we artists. Yeah, go. 뭔가 예감 좋아. 번뜩 악상이 떠올라. 금토일 또 월요일 같이 사는 내게 상 줄 거야. Alright, all hands on stage. 저 관찰고. 길 가면 다 알아보고. 훨씬 잘 겁나 핫하고. 그런데도 너 외로워. 오슈가도 지루해주기 직전인 사람. 절대 양반은 못 되는 사람. 굳이 긁어부스러 만든 사람. 아주 박살을 내버릴 사람들. Whoa! Yes! 언제까지 머릿속만 시끄러워. 예술의 조회가 깊다면 Let's do something. From now on 모든 것을 백지로 되돌려놓고 생각 말고 저질러 붙은 너 가지고 있어. 제 감각 있잖아 자기 집 거울 앞에서. Yeah. Life is short, art is long. 너나 나나 쟤나 I'll make you say oh. We are, we are these bad. Let me think about it. 도대체 뭘 얻고자 왜종의 노래 만들었을까? 일하 고품이 유진 언제 해막히면 저 반대길로 역행해 모자 눌렀어 신발 구겨 신어 바깥 공기만 쉬며 세상 구경 좀 해. 남이 재단할 수 없어 내 인생은 내가 디자인해. 귀를 시선 빼그라 다 목에 담아. 손에 잡히지 않는 건 단호와 그색 더위 갖추지 말자. 흥얼대 혼자 샤워할 때처럼 like Yes! 난 날 먹지 않고 도로 뱉을 건데 내 말에 설득력 있다면 Make some noise. From now on 모든 것을 백지로 되돌려놓고 생각 말고 저질러 붙은 너 가지고 있어. 제 감각 있잖아 자기 집 거울 앞에서. Yeah. Life is short, art is long. 너나 나나 쟤나 I'll make you say oh. We are, we are these babe. Somebody say 다음에 컸어. 그 언어가 바로 지금 내 지구 가면만 하면 Answer me what you gonna do. 행복의 온전 위에 꿈이는 꿈물.
나온 모든 것을 백지로 되돌려놓고 생각 말고 저질러 부순 너 가지고 있어 질감각이 있잖아 자기 집 거울 앞에서 yeah. Life is short, all is fun 너나 나나 쟤나 I'm a good thing お送りしたのは自己アーティストでした。シングのジンパギー新しい未来へとなりきり彼氏やります。今回はバレンタインデーでシンくんにチョコあげたくてもじもじしている彼女とのデートをいう設定です。スタート。ねえ、今日バレンタインデーだね。あ、今右手に持ってるの何？ああ、違うんだ。あ、何が違うって？あ、違う。あ、期待してないよ。なんかバレンタインデーだからさ、もう僕のための何かがないかなーって思っただけだよ。ない？え？なんて？そのバッグの中に何が入ってるのかな？絶対あると思ったのに今日。ね。でも、あのさ、バレンタインデーもホワイトデーもさ、結局、好きな人にその心を表現する日っていうことじゃん。まあ、いろんなデーがあるけどさ、なんかいつももらうばっかりでいいかなと思ってさ、ホワイトデーもあるけど、なんか僕もチョコ準備したんだ。食べて。いつもありがとう。あ、やっぱりそれ俺のチョコだったの。あ、早く出してくれればよかったじゃん。ほんとありがとう。美味しくいただくね。はい、ここまでです。ああ、難しい、なりきり彼氏。じゃあ早速この雰囲気に続けて聞いてみましょう。10センチボミジョンニャ。꽃이언제피는지그딴게뭐가중요한데날씨가언제풀리는지그딴거알면뭐할건데추울땐춥다고붙어있고더우면덥다고니네진짜이상해너의달콤한남친는사실 PC방을더가고싶어아직겁나피곤하대봄이그렇게도좋냐멍청이들아벚꽃이그렇게도예쁘디바보들아결국꽃잎은떨어지지니네도떨어져라몽땅망해라망해라아무문제없는데왜나는안생기는건데날씨도완전풀렸는데감기는왜또걸리는데추울땐추워서안생기고더우면더워서인생은불공평해너의완벽한연애는아직웃고있지만너도차일거야겁나지독하게봄이그렇게도좋냐멍청이들아벚꽃이그렇게도예쁘디바보들아결국꽃잎은떨어지지니네
하지 마 활짝 끼지 마 끌어안지 마 제발 아무것도 하지 좀 마 설레지 마 심쿵하지 마 행복하지 마 내 눈에 띄지 마 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아 결국 꽃잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅 망해라 망해라 お送りしたのは10センチポミジョニアでした。FM 横浜 EK Radio クロスチンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューステイいかがでしたか。僕シンくんにメッセージやなんかやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シンアットマーク FM 横浜 .jp SHIN アットマーク FM 横浜 .jp 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のマサルくんに僕から質問します。マサルくん今年のバレンタインデーにチョコを何個もらえそうですか。それでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。君の応援は僕にとっていつもチョコより甘い。ありがとう。 FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューンステイクロスシンのシンでした。バイバイ。